ちょっと学べる天理図書館の文学ナビ。こちらは天理図書館が所蔵する東方見聞録です。海外では世界の記述、脅威の書などの名前で知られているこの書物。探検、貿易、布教などから15世紀頃に幕を開けた大航海時代のきっかけを作った要因の一つとしても有名です。この中で日本は黄金の国ジパングと呼ばれています。それではこの東方見聞録を2つのポイントから紐解いてみます。誰もが一度は耳にしたことがあるマルコ・ポーロはイタリア・ベネツィアで商人の子供として生まれました。マルコの父ニッコロと叔父のマッフェオは交易のため東方に出ていました。マルコが生まれる前、ベネツィアを後にした二人はモンゴル帝国の皇帝フビライ・ハーンと会い歓迎を受けています。この時フビライはローマ教皇への手紙を届けることを思い立ち、それを二人に託しました。ニッコロとマッフェオは一時帰国し、その手紙をローマ教皇へ渡します。すると今度はローマ教皇が二人に対してフビライの元への使節を依頼しました。こうして1271年、ニッコロとマッフェオは17歳のマルコを連れてもう一度東方へと旅立ちます。ここに東方見聞録の第一歩が踏み出されたのです。マルコもまたフビライに気に入られ、17年にわたり仕えます。そしてさまざまな国を旅しては、土地ところで見聞きしたことを書き留めていきました。フビライが元の国として勢力を持っていた時代、文英の駅、公安の駅という元が2度にわたり日本の征服を試みた元寇の様子も東方見聞録には記されています。フビライの信頼が厚くなっていたマルコはなかなか帰国を許されませんでした。しかしフビライの娘の婚礼使節一行に随行したことから、ベネツィアに戻れることとなります。来た時はシルクロードを通っての陸路でしたが、帰りはカイロをたどりました。蓄えた富をすべて宝石類に変えて船に積み込み、中国泉州から南下し、スマトラ島からインド洋を経てペルシャへ、そこからは陸路で北西に向かい、故郷のベネツィアに帰り着いた頃には41歳になっていました。実に25年の大旅行だったのです。その話をマルコが東方見聞録として書物にしたと思われがちですが、実はそうではありません。
当時貿易をめぐって地中海周辺の国々が争っていた時代で、ジェノバとの戦いに負けたベネツィアの兵士は捕虜となりました。その中にマルコもいたのです。獄中でマルコはルスティケッロ・ダ・ピーザという作家と出会い、東方の話を聞かせます。その後マルコの話をもとにアレンジを加え、ルスティケッロが書き上げました。こうして全行程15,000km に及ぶ壮大な旅の記録、東方見聞録が出来上がります。その原本こそは残されていませんが、さまざまな言語に訳され書き写されて、印刷の時代になってさらに広まっていきました。東方見聞録に記された多くの話、特にモンゴル帝国のことや黄金の国ジパングのことなどは、初めて知るアジアの貴重な情報として、また興味深い話として人々の注目を集めました。そしてこの見聞録はその後大航海時代を迎えて、航海者たちに影響を与えます。かの有名なクリストファー・コロンブスもこのラテン語の東方見聞録と同じ本を所持していました。ここでちょっとクイズ。大航海時代幕開けの一つの要因として、ヨーロッパ人があるものを手に入れるため東方との貿易を強く望んでいたということがあります。ヨーロッパ人が欲しがっていたものとはどちらでしょう。 A 香辛料、 B 米。正解は A の香辛料。肉食がメインであったヨーロッパですが、当然冷蔵庫などない時代、気候的に手に入らない香辛料を保存のため、また味の変化を求めるため欲しがっていたようです。今回はマルコ・ポーロの旅行記東方見聞録をナビゲートしました。